はカト追い込んで膝元のボールバットを待っています。三振するんですけどね。ここでもただ、その吉田から三振を奪いました。今何ですかね、ツーシーム系ですかね。さあフルカウントペイオフピッチ、これはジャストのキング、今度はインコースに変えてきました、はい、これは吉田の裏を取りました。さあ井口味方の 2&2 空振り三振、珍しく最後追いかけました吉田です。シーズン24個目の三振、今の空振り見てると、はい、まあまた追いかけましたか。さあこの吉田もここある程度分かっていてもアウトコースと、はい、いうことになってくるでしょうか。抜きました、空振り三振です。見せないボールですよ、カーブでしょ、はい、ここまでは使ったことない球で、空振りの三振でした。最後は落としています。ガースコーナーしかないガッツポーズしましたよね。少し今までとはちょっと違ったね、星合は3割8分を超える打率。おお、これはなかなかいいところ、見逃し三振ワンアウト。ここは空振り三振吉田。これは最後は外いっぱいでした。ウィニングショットも難しくなっていきます。トゥートゥー、まっすぐ、ここは吉田手が出ませんでした。塩崎さん、吉田の最後は外、吉田三振、今日6つ目の三振奪っています。ちょっと距離ありますね、はい、吉田はちょっと合いません。3球三振です。ここはただ吉田正尚が久々の三振でしょう。山本裕太郎2安打、見逃しの三振、ストライク判定でした。このイニングオリックスは3人で打ち取られています。おー、ここでスイングアウト、最後はチェンジアップ、アウトコースを落としてきました。さすがの吉田選手、はい、スイングアウト、吉田三振です。まっすぐがチェンジアップで、ここはチェンジアップ、もう一球続けました、吉田三振でスリーアウト。スイングしません、ストライク見送りの三振。その技術をベテラン和田の前で、空振りの三振、ここは和田3球勝負でした。ちょっと苦笑